あ長谷川ですあの。もしデータがあれば教えてほしいなと思ったんですが、あの物量の量としては、リテール観点でいうと、B2B と B2C があって、B2B は,い B B はまあ、言ってみてもその人口と同じく推移していると思うんですけど、はい、B2C の方のそのまあ通販がどーんと伸びてきたんで、どーんと上がってるっていうふなところあると思うんですけど。はい ただ今後、その人口がまあ今の予測でいくと減っていくっていうところになると物量でいくと何年がピークであつまり EC 化率もどこかではあの頭打つかとは思うんでまあその EC 化率を何パーで頭打つかって見るかによっても違うのかも分からないですけど物量は今後も増えていくんだとすると何年がピークでそれ以降減るとかそういうなんかちょっとマクロっぽいなんかデータってあるんでしょうか。 えーそ,うですね、それはちょっと今、私の手元にはないんですが、むしろあの、えー、経済産業省様と、えー、国交省様の辺りで、多分そういう、えー、なんかデータを出してらっしゃったようには思うんですけれども、まあ、これも予測なんで、なかなか難しいといちょっと私の方から何年ということは、今、手元にデータないんで、申し訳ないですけどあ。はい、分かりました。 まあちょっと思ったのは限りなく増えて限りなくはちょっとまあ言い過ぎですけど増えていくのであればあの僕もアイディア言ったとこの例えばそのトラックだけだとあれなんであのでちょっと最後のページにもあのパレットの標準化とか規格化ってあったのでそれの一環ではあると思うんですけどあの夜中の電車をもっと使えないかっていうところで普通の,の方にするとパレットの規格の 根底の幅が違うから、そんなこと言ったいいだよって、まあ、そうなんだけど、とはいえ、もしパンパンなんだったら、あの夜中の鉄道のところをうまく使って、長距離のところをちょっとそれを使ってあのやっていくのはどうかと、あのご案内のとおり、あのトラック運転手がなんか、10時間以上運転してはいけないとか、なんかもうちょっと法令が決まっちゃうから、よりあのトラックの皆さん、つらいかなと思って、ちょっとそんなのもどうかなってちょっと思ってるところと かあとは、ですねあのここは意見、コメントなんですがもし物流業,業界がいろいろ困っているというかあ大変だっていう風なところであればちょっとあの私の思案としては別の商売ももっとセットにあって儲かる構造を使っていかないといろんなところで物流費が上がったらその物流費が商品に転嫁してリテール売価も上がっていくみたいなところにあのなりかねないんで。 あの一部の,あのトラックとかやってるかと思いますけども、まあ、例えばそのトラックのところの、まあ、面を使ってまあ広告をどん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 打っていってそれ,を収入それも収入源にするっていうふうなところもある,あるかも分かんないですしあとあの A 拠点から B 拠点まで持っていくっていうふうなところのために、まあ、入系の伝票だけもらってるのかも分かんないですけど。 えっと、そこの中の A から B へ A 社から B 社へ運んだっていうふなところの、まあ、データもちょっと保持するようにしてあのそこの請求入金の仕組みも一手に引き受けますよっていう商売もちょっと始められるとあの物流配送費をもらうっていうふなところ以外のですねあの商売も始めてそれでちょっとどんどん,どん,どん薄めていけば。 あの物流費もどん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 高騰していくっていうふうなことがを抑えられるのかなというので、ちょっと別軸のあの売上を立てるっていうふうなところも物流業がやっていくのもいいんじゃないかなというふうにちょっと思っているところです。えー、あとはすいませんはいちょっと質問出るコメントになっちゃうねあとあのおっしゃるようにちょっとあれ私はの北海道エリアで多く札幌やってるんで。 あの北海道路地サービスっていうのがコープグループであるんですけどもあのファミマとか良品の品含めて協配のところはあの今後も一生懸命あのやっていきたいなっていうんでやってるところとあとあの AI の使ってのですねあのルーティングのところはあの北大ベンチャーとえー一緒にやりながらあの人間が今までやってたんですけどそこちょっと。 ai に任せたルーティングっていうので、定期配送の見直しっていうふうなところ、も一生懸命やりたいなと思っています。っていう風なところがはい。コープ、札幌としてのコメントでございます。ありがとうございます。以上です。はい、あのどうもありがとうございました。あのま、まずその物流インフラのシェアリングですね、えー、これはあのまあ、時間帯夜の時間帯を作る使うとかですね、えー、例えばじゃあ,あの？ えー、JR さんの鉄道を使たとか、まあ、こういったところは非常に、あまあ、現に今、検討されているところもあの、えー、といくつかありますでしょうし、えーと、非常に大事だと思ってます、そこが、冒頭申しました、地域によって物流需要の発生密度が違うので、薄いところはあの幅広な、えー、シェアリングの取り,取り組みですね、えー、マルチモードで考えないといけないんだろうというふうに思います。うん それから2番目のですね、物理事業者の方の,あのビジネスということで、まあ今日はちょっとお話ししませんでしたけれども、ちょっとフィジカルインターネットの中でですね、えー、実はそういうあのじ、えー、と業務の自動化、RPA 化自動あ、あるいは決済の自動化ですね、えー、これについてはもう推推するということになっておりまして、えー先えー、昨年ですねあの、私の大学の研究所でもですね、えー、といわゆる えーまあ、QR コードを使って、えー、商品と,、えー、とパレット、パレットと車両のペアリングというか、紐付けをして、その間の,あの温度管理のデータも全部クラウドで取って、えー、基準内に入っていれば自動決済 <laughs> というところの、えー、とアプリ開発をしたんですが、まあ、それはあの非常にうまくいくというようなあのこともあります。 でこのように物流というのは情報が集まってまいりますので、それをどういうふうに効率的に使うかということですね、このあたりの戦略シナリオというのも非常に重要なのではないかというふうに考えております。ごごごご意見ああありりりがががとととうううざざざいいい、いまままししした。た。た。は えっとまたあのこの後あの質疑の時間があの総括的な時間を設けておりますのでまたご質問ある方はその時にお願いいたしますそれではあの橋本先生ありがとうございましたえ次にあの、えー、橋本先生のお話とまあ、非常に深く関係している内容になりますけれども、えー、加藤委員より正反対連携及びサプライチェーン最適化に向けた課題につきましてご説明をお願いいたします。 はい。流通経済研究所の加藤です。私の方からは、制配反連携サプライチェーン再結化に向けた課題としまして、えー、流通全体で見るとですね、まだまだその改善の余地があるんだといったようなことをお話をしたいと思います。はい。次のスライドお願いします。はい。制配反連携協議会という、まあ、あの組織の活動をですね、 経済産業省と、それから j s 1 j a p a n と、流通経済研究所でまあ行っておりまして、この中で、加工食品、日用品についてですけれども、メーカー卸小売の方とです、ね、サプライチェーン全体の最適化として、どこにこう問題があってです、ね、どういうふうにそれ改善していけばいいのかというのを、10年来、ずっと議論をしております、はい、次お願いします。 はい、あのこちらがそのメンバーでして、えー、全部でその50社ということになっております。えー、食品とまあ日用品、OTC 薬品の分野のまあ主要なメーカー、卸し、小売りの方にまあ集まっていただいてです、ね、まあ、あの問題のまあ議論をしております、はい、次お願いします。 でこの生産連携協議会でも目指していることということなんですが、サプライチェーンの最適化ということですけれども、特にあのそれの方法としてはですね、まあ一番目に挙げておりますけれども、情報連携強化ということであります。そのメーカー卸間卸小売間、まあ、メーカー小売間というような関係があるわけですけれども。 まここでのその情報の連携だったり、え状況の共有だったりするところがですね、まあ、十分できてないということがまああって、そのそこ、えー、が起きているところでも無駄が相当発生しております。まあ、そういったところをですね、こうま改善していこうというふうにえ取り組みを進めています。はい、次お願いします。でこれまでの取り組みですけれども、まあ、大まかにですね。 物流系の取り組みとと情報系系ののの取取りりり組組みみいうのをまあ行ってきてきおりますで物流系の取り組みはです、ね、まずその在庫の問題ですね、流通在庫の適正化、具体的にはその返品というまああのものが相当まだありましてです、ね、まあ、それをどうやったらその解消できていくんだろうかと、まあ、在庫の最適化をどういうふうに進めたらいいのだろうかということをまず一点、継続的にまあ議論をしております。 それからまあもう一つがそのデリバリーの方なんですけれどもイファイソのまあ効率化のまあ問題とで日本はその多頻度まあ小ロットまあ短リードタイムのですねまあイファイソをずっと行っているわけですけれどもまあそこでの生じているまあ問題それをまあどういうふうに考えていったらいいのかということをまあ議論をしておりますそれからまあ情報連携のところはですねまあ標準の EDI であるまあ BMS の導入等々を進めつつあとその直近ではですねまあ内閣府の SIP 物流の取り組みをこの生配飯連携協議会の場でですね、まこちらのメンバーと一緒に推進をましております。でここではその納品伝票、ま物流に使うま納品伝票の電子化であったり、あるいはその共同輸配送のま推進といったところをどう情報連携をして実現すればいいのかということをまああの議論しております。はい次お願いします。 でこのま消費財流通、物流においてですね、まあ、どんなことが問題になっているかということで、まあ、一覧にしてみたのがこちらであります。で食品、日用品のまあ消費財流通というのは、まあ、多品目で小ロットで多頻度、短時間、高精度しかもまあ鮮度も高いというような非常にそのサービスレベルの高い商品供給を行っているんですけれども必ずしもその小売段階と サプライヤー側え、そういったところでのま連携が十分じゃなくてですね。まこういった問題がまだまだあるんだということです。こういうま個別企業だけでま解決できないま問題を前半のまあの協調ま連携するというようなま業務改革であるとか、まそういった分野のその dx を進めることで改善していくべきだろうと思っております。 で具体的にはですけれども、除髪中、オペレーションというような分野では、えーまあ、メーカーの,そのセンターを出てから、あの氷卸しのセンターに入るところでのです、ねえー、納品伝票というのは、まあ、ほとんど今、紙でありまして、えー、これの,その電子化、まあ、トランザクションの電子化ということもです、ねまあ、まだできてない、まあ、そこを改善していって、それをベースにした、まあ、物流の効率化を進めていかなきゃいけないということです。 それから、えー、賞味期限であの線路管理というのを行っているんですけれども、えー、卸業のまあセンターからまあ店舗までのところで、えー、その賞味期限管理を行うんですが、まあ、それはもう今、まだ手入力で,です、ねえー、来た商品の,その賞味期限を、えー、入力して登録してそれで管理しているというようなことで、えー、メーカー段階の,その賞味期限情報がまあ十分に連携ができていないというようなまあ問題があります。 それからま違反訴訟の方で言いますと。とまあ、パレット、それからまあオリコンを使うというのがですね。まあ、基本的な物理資材の使い方になっているわけですけれどもまだまだその手積み、手卸しのま物がまあったりですね。あるいはその積載率がま低い、帰りにがないといったような問題がま生じております。また、その在庫に関してはまあ、先ほど言ったようなま返品の問題だったり。 メーカー段階のその未出荷廃棄というようなことがですねまあ、生じているということでありますでこれらのまあちょっと具体的な例というのを以下でご示しをしたいと思いますでまず返品ですけれどもあの製品連携協議会で、まあ、この返品削減の問題ずっと取り組んできていてかなりは減ってはきていますでこの左側のグラフがですね返品率を前見しておりまして 上の方にある青いグラフが卸売業からメーカーへの返品率、そして赤いグラフが、ですね氷、まあの店舗から卸売業への返品率ということであります。店舗からセンターに戻って、卸しに戻って、またメーカーに戻っていくので、まあ、卸、メーカーへの返品率の方うがまあ高い数字になります。それをまあ拡大推計して見ているのが、左側の棒グラフですけれども、相当減ってきました。あ皆さんの努力相当あったたと思いますただますだだ 421億円ぐらいは、ですね食品の分野で相当な返品があるということです。次のページをお願いしますで同様に日曜雑貨について見てみると、こ、え、のーまあ、減ってきたんですけれども、直近はそのコロナの,、まあ、あの特需があって、まあ、それがなくなったということで、やや悪化をしているような状況です。 そして日曜雑貨については616億円のトータルの額があるということで、合わせてこの最寄り品の分野で1000億円の返品があって、それはその作って、メーカーから卸に出荷して、卸に在庫していて、それをまたメーカーに戻して廃棄するといったようなことが行われているということなんですね。こういったところでの在庫の適正化、まだまだこれから図っていく必要があるんだということであります。 はい、次お願いします。えー、まあそれの1つの取り組みとして、えー、賞味期限の、えー、納品期限のまあ緩和というのを進めてきたわけです。えー、従来、えー、店舗に入るところのまあ賞味期限というのが、えー、賞味期限の,まあその3分の2を残して入れると。 えー、作ってからまあ3分の1以内のものをまあ店舗に入れるというようなルールで、非常に厳しいルールが敷かれていたんですけれども、まあ、それをこの10年間でまあ2分の1にどんどん緩和をまあ進めてきたというところであります。でかなりまあ浸透はしているんですけれども、まだそのじゃあ、小売店全部に、えー、広がっているかというと、そうではないと、それからまあ常温食品全体に広がっているかというと、そうではないということでありまして、そういったその小売企業ごとの管理。 あるいはその品目ごとのです、ね、賞味期限の管理あの、えー、納品期限の管理というのを、メーカー側、卸し側でまあやっていまして、まあ、そこのところでまあ相当なそのまあ苦労があり、まあ、無,駄無駄もまあ生じているということですね。で、あのもう加工食品、まあ、全然こう安全性問題ないので,です、ね、あの賞味期限までしっかり売っていくのがいいと思うんですけれども、まあ、過度にこう厳しい鮮度管理をしていて、無駄が出ている部分を、ですね、やっぱりあのもう一段、 アクセルを踏んでですね。ま進めていかなきゃいけないということだと思っております。はい、次お願いします。それからまあ、あの納品伝票のまあ電子化まあ問題なんですけれども、ここもそのメーカー卸間では、えー、まだこれからというような状況でありまして、えー、内閣府のその sip のプロジェクトでですね。まあ、これの改善した場合の、えー、効果検証というのも行ったんですが、今左側の方ですね。 メーカー段階で言いますと、まあ、電票を出さなくてよくなると、ですね、まあ、当然、電票の作業時間というのがなくなってきますと、それからまあ電子化してデータを送ることで、ですね、まあ、検品の作業をまあ削減することができたら、まあ、卸側、受け手の方でもですね、検品のかかる時間をまあ大きく減らすことができるということがまあ分かっています。まあ、こうういったような ベースの,そのトランザクションの電子化というのを進めて、そのデータをうまく活用していくといったようなことを進めていくことが大きな課題だというふうに思っています。次をお願いします。それから、日本のリーは非常にこうリードタイムは短いんですけれども、その短いリードタイムでですね、 やってると、まあ、なかなかその物流の方がもうついてこれなくなってしまったというような状況があります。えー、ま、ドライバー不足ということでですね、あの、短いリードタイムでこう対応できるドライバーはまあ少なくなってきたと。で、特にその、食品の分野は、ま、賞味期限の管理であったり、ロットが小さいというようなことがあってですね、まあ、リードタイム、え、翌日納品ではなくて、翌々日納品にしていこうというような、ま、流れが、ま、出てきていて、まあ、それについて今、えー、検討を、お、製版連携協会の中でもしているところ。 でここではですね、まあ、細かなこと書いてありますけれども、あのリードタイムがまあ伸びるとどんな効果があるのかというのを、まあ、このメンバーで議論をした結果だけを紹介したいんですけれども、えー、リードタイムが伸びるとです、ね、まあ、そのキューピーさんの検討結果ですけれども、まあ、ピッチング作業のまあ前倒しができて、夜間作業が当然少なくなりますということと、えー、それからまあリードタイム、翌日届けるということだと、まあ、見込みでトラックの台数を手配しているんで,ですね。 発注が来てからそのトラックの加速が起こるということなんですね。でリードタイムが2日あって翌々日納品だと注文を受けてからトラックの手配をすればいいのでトラックの台数がぴったりくるとなおかつ廃車効率を上げられるということで、まあ、普通,あの通常かかっていたその台数もですねこの例だとまあ17%ぐらい削減できるというような試算がされています。こうういったようにですね、まあ、リードタイムをまああの 緩和して、ま伸ばしていくという取り組みをどう進めていったらいいのかっては非常に大きなポイントになるだろうと思っています。はい、次お願いします。リードタイム延長の効果はですね、ま物流だけじゃなくて、ま生産側にも出るんだということですで。これはそのパンの例なんですけれども、えパンの工場でもですね、あの作ったんだけれども出荷できずに廃棄しているというようなマルスが、ま、相当出ています。 でそれはなぜかというと、やっぱりその煮込みで作っているからなんですね。で、この煮込み生産を、まあ、受注生産に切り替えていくことで、ですね、まあ、相当なロスの削減ができるということです。で、こちらはそのパンメーカーの協力を得て、まあ、データを集めてみた結果なんですけれども、えー、と翌日の,その1便でこう納品するタイプの生産ではですね、 0.91%、未出荷廃棄が出ているのに対して、そうではない、翌々日、納品であったりするタイプのものはです、ね、0.22%ということで、4分の1に減らせるということなんです。ですから、こういったそのなるべくです、ね、お見込み生産を受注生産、確定生産に変えていくというような努力を、流通全体でしていくことで,です、ね、全体の効率性がより高めようと、物流面でも それからまあ生産面でもですね高め売るというふうに思っています。はい、次お願いします。はい、こういった点も含めてですね、あのフィジカルインターネットということで新しいその物流の方向にま進めていこうということで方向づけがなされています。はじめ先生のお話にもありました通り、それをま実現するためのですね、まワーキングというのを 聖杯反連携協議会の中に設置して議論をま進めていく予定にしています。え、4つのワーキングをま設置して、まそれぞれ現状の問題をクリアして究極のま共同物流のような姿フィジカルインターネットの姿を実現していくためのま方策を考えようということです。はい、次お願いします。 それぞれのワーキングのポイントですけれども、まず1つ目のワーキング、えー、コードの体系の標準化ということですが、えー、まあ商品コードについては、ですねメーカーがあの商品コードの登録、まあ、情報を持っているわけですけれども、えー、これをそのメーカーが登録した情報が、ですね、まあ、必ずしも1回登録するとうまく連携ができて、えー、小売業の,そのマスターに直結しているかというと、そうではないと。 まあ何度かその入れ直しみたいなことを行っていて、まあ、そこでの,まああの重複作業だったり、情報の不正確性みたいなところは出ている、そういったところをまあどういうふうにして連携を進めていけばいいのかということが、まず一点、課題です。それからもう一つ、物流の問題でいうと、ですね事業所コードの標準化というのが、まあ、日本でできておりませんで、物流会社にこれをここに持ってってよといったときに、 あの荷主によってあの差し示すその事業所の名前だったり住所の表記だったりがですねまあ、バラバラで一体これは同じセンターなのかどうなのかっていうのが、まあ、物流会社の方でわからないというような状況にもなってますで、えー、上ではまあその統一の事業所コードがまふられていてまあ、それが使われているところではあの ユニークにですね、まあ、事業所が特定できるわけなんですけれども、そういったような状況になってないと、で、まずその統一のその事業所が共通には理解できるようなですね、まあ、行動体験のあり方というのをまあ考えて、それを普及させていくということをまあこの場で、このワーキングで議論しなきゃいけないと考えています。次お願いします。 2つ目はその物流資材の標準化ですけれども、まあ、パレットの標準化ですとか、あるいはそのケースサイズの標準化というのは非常に重要な問題でもうすでに議論が進んでいます。で特にまあこのワーキングで新たに検討したいと思っているのが、えー、RFID 付きの折りたたみコンテナをまあ新しいその物流資材というふうに考えて、それをそのメーカー、卸、小売店舗まで,です、ねまあ、一気通貫でこう流れるような新しいその物流資材の標準をまあ考えていきたい。 実はそのドイツではで、ね、GS1 スマートボックスというんですけれども、メーカーの出荷段階で、段ボールではなくて、置き畳みコンテナに直接詰めてです、ね、それを流通させるというような取り組みが進んでおります。まあ、これが実現できると、積載率のまあ向上であったり、あるいは物流センターで段ボール廃棄しているのは非常に大きな問題になっていますけれども、まあ、そういった廃棄を削減できるというようなところにつながると思っております。 次お願いします。3点目はその召喚獣の検討ということですけれども、も、えー、物流コストのまあ可視化というのが、あのまあ消費財の技術の中でもまだまだできていません、えー、商品価格の中に物流コストがまあ入っていて。 えどう物流コストの影響が出るのかというのがはっきりしないということです。でこれはまあ生産材のように完全にあの部品の価格と物流コストと分けてです、ね、価格体系ができるかというと、まあ、そうじゃないだろうとは思うんですが、まあ、なるべくその物流の状況、まあ、反映したまあコスト、まあ、それを相互に見えるようにするにはどうしたらいいのかということを、まあ、このワーキングの場で議論をしていきたいと考えています次お願いします。 で4点目がデータ共有による物流効率化ですけれども、えー、この物流のデータのまあ共有化というのがまあなかなかできていないと、まあ、1つは先ほどの,あの納品伝票のデータのようなものもです、ね、伝、ま、票、あ、データが電子化できていないので、まあ、ベースができないということと、それからまあ実績データも、例えばそのポスデータは、えー、小売業のポスデータを卸メーカーがまあ共有できるような仕組みがありますけれども、じゃあその物流の実績データを、 物理事業者が共有できるような仕組みがあるかというと全くないということであります。まあそういったようなところをどういうふうに進めていけばいいのかというとこのワーキングで議論をしたいと思っています。次お願いします。フィジカルインターネットのまあ実現に向けたまあこのワーキングについてですね、あの正反連結協議会でこうまあ議論をしているわけなんですけれども、まあこれをまあ進めるにあたってのですね、フィジカルインターネットに向けたまあアクションプラン これについてのその、えー、 と宣言というのをですね。まあ、各社で行っておりますえー、こちらはそのイトヨカ堂の採用者会長まあ、日本チェーンストア協会でも会長でもおられますけれども、もえ、採用者会長の発表の写真が出ております。けれども、もえ協、ー、会に参加しているま4。5社があのこれをまあ、あの積極的に推進していくんだということでまあ、宣言をしているところであります。で、まあ、基本協議会の中でも議論を通じてまあ進めていくわけなんです。けれどもまあ、こういった取り組みをぜひ。あの、えー、他の小売業のメンバー。の 方にも広げていきたいというふうには思いますし、あの皆様からのその後押しもいただければというふうにま思っているところです。私の方からの説明は以上です。ありがとうございました。えー、それではあの意見交換に移りたいと思います。えっと。 ご説明いただいた委員からの,あのご説明内容に関して、その他、前回の議論も踏まえたご意見など、おっしゃっていただけますと、おさらでございます。まず、意見交換に先立ちまして、前回の検討会において、えー、宮島委員よりご,、えー、ご意見いただきました、流通 BMS、スマクラに関して、日本スーパーマーケット協会の江口委員から説明資料を提出していただいておりますので、えー、江口委員、ご説明、よろしくお願いいたします。はい。 日本スーパーマーケット協会の江口です。聞こえてますでしょうか。はい聞こえてます、はいえーとまあ、前回、こういうお話がありまして、今回、ですねちょっとお時間をいただきまして、スマクラについてのお話をさせていただきたいと思います。では次のページをお願いいたします。あの時間がありませんので、簡潔に。あの今、スーパーマーケットでですねその18中のデータのやり取りをする、まあ、ルールっていうのは、 JCA 手順と呼ばれるもので一般的に行われております。ただこれがですね、やっぱり時代の変化とともにですね、様々な課題が見えてきてですね、これを変えていかなければいけないという状況になりました。その課題はって分かりやすく言うとですね、JCA 手順の場合は、その小売業ごとにシステムを構築するので、取引先は取引のある小売ごとに それぞれ対応するように、まあシステムを作り上げていかなければいけないというのが一つ大きな課題でありました。まあそのため、まあこのスライドの左下の絵のようにですね、非常にまあ多くの線で結ばれているんですけども。 やっぱり取引をするにあたっては非常にまあこの辺が大変重荷になっていたということですね。で、そのためにまあ標準系の流通 BMS というものがあれば、ですねこのようにすっきりとした線でつながれるということです。それからもう一つ右側の,その老朽化した通信手段の置き換えというところもあるんですが、あのまあ小売業がどんどん大きくなって店舗数が増えていって情報、まあえー、やり取りする情報量が増えていくとですね、 まあのその電話回線を使ったデータ交換では時間ばっかりかかってですね非常に大変だ、それからこの以前の古いやり方でいきますとその漢字での文字が表すことができないとかいろいろ課題がありました。 まあそういうものを当然、今はインターネットの時代なので、まあ、そういうことでインターネット、まあ、あ EDI のデータ交換ということにしましょうということで、えー、まあ流通 b m s というものがまあ考えられてきたということでございます。で次のの枚目のスライドをお願いいたします。 でまあ、あのここに簡単に歴史みたいなものを書かせていただいたんですけども、あの順次ですね、スーパーマーケットの業界の中でですね、さまざまなその標準化の形を作るために議論を進めてきて、2009年から2011年の間に出来上がってきたんですけども、ふとその2011年に向かいになってですね考えてみると、ほとんど形はできたんだけど、全くこう、 採用されてなかったというんでしょうか、普及がされていなかったという状況になっていました。で、せっかくまああの将来はですね、こういう標準形にして、正廃班でみんなで効率化しようということで、わざわざ作ったんですけども、まあ、ほとんどこれが導入されていなかったと。で、ここでやっぱり流通業界の,その効率化に対して危機を感じて、で、次の4枚目のスライドになるわけですけれども。 のまあ、食品スーパーを会員とする団体が一緒になってですねやはりこの辺の JCA 手順から流通 BMS の移行を図らなきゃいけないとで単に標準系だからというだけではなかなか小売業にとってのメリットって実は何もないよねという話があってですね小売業にとっては自社の仕組み一つですけども一つなのでそれはそれでもう何の問題もないよっていう。まあ 感じだったんですけどもでもやはり取引先にとってみれば氷ごとに全部作らなきゃいけないというですね、非常に大きな課題があった、まあ、そういうことをやりながらですね、氷業にとっても何かメリットを作り探っていかなければいけないということでそういうことも踏まえてですね、一応食品をスーパーを主体とする会員のですね、団体がみんなが集まってですね この流通 BMS の普及に取り組もうということで、始ままったものでございます次の5枚目をお願いいたします。で、まあ、その食品スーパー、みんなが集まって、ですねスマクラ、スーパーマーケットクラウド EDI サービスの略で、略してスマクラっていう愛称でやってるんですけれども、これをスマクラは、ですね流通 BMS 協議会が決めた標準的なルールにしっかりのっとったですね受発注業務のプロセスに対応しましょうということです。 でまあ、それだけではなくて、ですね、やっぱり小売業にとってのメリットってなんだっていうことを考えたときに、やっぱり世の中の変化で、まあ、法律の制度改正であったり、それからチェンジリクエストに対する対応であったりですね、こういうところもです、ね、小売業が比較的楽にですね、対応できるような仕組みにしていきましょうということで、スマクラというものの機能を進め、アップしていったということでございます。次6枚目をお願いいたします。 でまあ、順次、ですねスマクラのですねバージョンアップを図りながら、でまあ、標準機能のアップをする、プラス、小売業にとっての便利なサービスを拡充していきましょうということで、スマクラをですねどんどん広げていったということでございます。で次は7枚目のスライドになりますけれども あのまあ、そういう中で小売業にとってはです、ねまあ、流通 BMS を導入にあたってスマクラを導入してもらうとです、ね、例えばこの物のところの下の黄色いところスマクラでの実現方法の黄色いところですが24時間365日止めない運用監視体制とインフラ環境実現って書いてあるんですけども、まあ、それまで小売業の中で,です、ね、そういうものを監視していたものをなくすことが可能だと、まあ、これは全部外部に出してです、ね、共同利用ですので。 えー、まあ、あの、クラウドでやりますので、そういうところの人員も削減することができますよというような。まあ、一番わかりやすいところではそういうところなんですけども、そういうことでですね、えー、小売業にとってもメリットのある仕組みということで、え、まあ、提案をしていったということでございます。次、八枚目をお願いいたします。で、あの、もう一つのメリット、法律制度改正ということだったんですけども、まあ、今回特に、その、えー、消費税の関係でですね、複数税率になりました。 であとイン、あのインボイス制度がこれから入ってきます、こういう時にですねこのスマクラを導入しておいていただけると、ですね当然、小売業でやるべきことはあるんですが、あの非常に肝になる重要な部分は、このスマクラの方で全部やって、ですねあとは皆さんのマスターのところを少しいじってもらうというだけでまあ対応できますよっていうことであったり、ですねそれからあの、まあ、友情期間っていうのがあるんですが、その 改正電子帳簿保存法の対応についても、ですねスマクラデータアーカイブっていうのを作って、ですねスマクラを使っている企業さんであれば、あのクラウドのところで,です、ね、そのデータ、電子データの保存をしっかり対応しますよと。ですので、小売業さんは特に何かをする必要はなくて、えー その蓄積されたデータに対してですねアクセスをして全て確認できますよというようなですねまあ、こんな利便性を提供しましょうというようなことも可能になってきたということでございますで次は9枚目でございますけれどもでこういうことを順次進めていってですね あのまあ流通 BMS のまあ普及、貢献をする、普及をするということ、して次にはまあ小売業の基幹、ね、機,機能のところで,です、ね、さまざまな法律制度改正等のさまざまな対応のサービスを提供しますよということ、で最終的には制配・反、特に先ほどから加藤専務等もお話が出てましたけど、やっぱり物流の部分ですね。 情報連携みたいなものをやるにあたってもですね、やはり標準化されたものでなければ難しい、大変だということもありますので、そういうところにも対応できるようにですね、流通 BMS にも標準的な形をしっかりと踏襲したスマクラというもので、そちらに対応していきたいなということで今考えております。で次は10枚目でございますけれども、まあ、10枚目がまあその物流でですね、どうやってこのスマクラで 対応していくのか、まあ、共同配送なんていうことがもしあるとですね当然物流というものに対してその情報がですね標準化されていることが重要であろうということで、えー、まあさらにスマクラをこういう物流の部分でも対応できるようにということで今考えておりますで最後の11枚目になりますけれども、えー、まあ最終的にはですねやっぱり聖杯反がその情報をですね共有して 物流の安定化に資するような仕組みにしていきたいなというまあそんなことをができるようになってきたのがスマグラだということでございますすみません時間ちょっとかかりましたが以上で私の方は終わらせていただきますありがとうございましたで改めて、えーえー、意見交換をお願いいたしますご発言希望する方は Teams の挙手機能でお知らせいただければお願いいたしますこちらから順次説長浜さん あしえー、指名させていただでは7万円お願いいたします、はいえー、皆さんの、ご説明ありがとうございます、あのまあ、今回、の効率化のための、まあ、大きな方向性ということで、まあ、あのミクロの視点でしたので、私の専門外ということで、あの非常にあの参考になりましたで、一方、私はマクロが専門なので、あのマクロの方から一つちょっとお話しさせていただきたいのが、まあ、実はマクロの視点で、日本の小売業の,あの効率化が、効率性が低いっていうことが、以前から言われていて、 で、それどういったところかっていうとあの実はそのアメリカなんかだとそのマクロの小売売上高を見るとほとんどこうマクロの個人消費と近い動きをしているのに、まあ、日本はあの小売上高を見てもマクロの個人消費 連動性が低いとでその理由の一つとしては、えー、そのアメリカなんかだと、その大規模事業所で、えー、購入する消費者が多いんだけども、まあ、日本の場合はあの小規模事業所で、えー、結構購入する、まあ、割合が高いということは、まあ、それだけ、まあ、単純に規模の経済性だけを考えても、まあ、日本の小売業は非効率なんじゃないかと、えーまあ、いうふうに言われているってことからすると、えーまあ、普通に考えれば、あのーまあ、もう少しなんですかね、 マクロ的にその小売業の,の M&A だったりとか業務提携とかまあそういったところをまあ積極的に促していくと、まあ、こういったこともあのマクロで見た効率性にはあの貢献するのかなとで例えばまあ今日 DX 化の話あったと思うんですけど DX 化も 小規模事業所がいきなりゼロから立ち上げるよりも、やはり大きなところに、えーまあ、吸収される形でやっていこうが進みやすいと思うんですけど、まあ、そういう意味から、これ、事務局の方にお伺いした方がいいのかもしれませんけど、まあ、今後その、えー、要は流通業全体と考えて効率性を高めるために、M&A とか業務提携をもっと前向きに進めていくようなその検討とか打ち出しとか、まあ、そういう方向設定。 範疇に入るのか、今後検討の機会があるのかお聞かせいただければと思います。あ、お答え申し上げます。あ、それはもう、はい、あの委員の方々のご意見でそういう議論になるのであれば議題になるでしょうし、うん、あのそれはあの先生方のご,ご意見次第でございます。<laughs> あ、私個人的にはあのお,お願いしたいなと思っているんですけど <laughs>、いかがでしょうか。はい ご検討いただければ幸いです。あはい。えーはい、あのじゃあの今のあの,あの長浜委員の、えー、ご提言関連でも、えー、もしご意見あればお願いいたします。それでは次にえっ、ー、と高浦,高浦委員お願いします。はい。ダイヤモンドリテルメディア高浦です。はい。まず一番初めにあの、うん、長浜 様が先おっっおしゃった件なんですけれども、私はどちらかというとあのずっと小売業の現場を取材しているという立場で見ると反対というふうに考えております。というのもやっぱりここは競争原理で戦うっていうところで何か政府がその今までを促してっていうところとはまた違ってくるのかなというふうに個人的には思っております。 でえっと、話を戻すんですけれども、えっと、DX についての話で効率化をどういうふうにしていくかというところで、あの小売業をずっと取材していく立場で、まあ、この1、2年、特に流れが変わってきてるなというふうに思っております。であの先ほど長濱委員からお話があったんですけれども、あの実はあの大企業じゃなくても、その中小企業、あの中堅企業がむしろ、この DX を活用してあの輝いてきてる。 っていう事例が最近特に増えてきてるっていうのが一個特徴かなというふうに思っています。 というのも、やっぱりこのクラウドサービスが出てきてから、あの今まではあの初期投資に莫大な費用がかかっていたのが、初期投資がほぼゼロでできるようになってきたということで、まあ、例えば、それこそさっきの,あの長谷川委員の話じゃないですけれども、あのコープ札幌さんですとか、あのワークマンさん、サツドラさん、グッデーさんですとか、あのすごくこの DX を活用されて、今、生き生きされている企業というのは増えてきているというふうに感じております。 でこの逆にこの中小企業、まあ、中堅企業で、要はうまくいってる企業とそうでない企業じゃ何が違うのかっていうところなんですけれども、そこにやっぱりあのていうの、この格差が出てきているのがデジタルリテラシーの問題だと思っています。まあ、要はえっとまあ社長を含め、あの社長以下、あの社員の方々にこのデジタルをどうやって使うかっていうリテラシーがあるかないかっていうところでその差が出てきていると。で結局デジタルリテラシーがない会社はあのー 今までと同じように、その IT ベンダーさんにどうやって使うんですかっていうふうに聞くことによって、その IT ベンダーさんが結局、儲かるだけの仕組みっていうのができちゃうのかなというふうに思っております。そういう意味では、このデジタルリテラシー、どうやって高めていくのかっていう、あの一番初めに中村先生のお話で、この、えっ、ー、と、顧客体験価値とか、オムニチャンネル をどうやって進めていくかっていうところによくあの小売業のデジタル活用って話がいっちゃいがちだと思うんですけれどももちろんそこがあの使われるあの部分だと思うんですけれどもその手前の議論としてあのどうやってその社内のデジタルリタルシーを高めていくのかっていうところが一個ポイントかなというふうに思ってますでうまくいってる企業はそれをあの社内であの教育したりですとかあとはその外部であの スペシャル人材を取っていったりとか、そういう動きがあるかなというふうに思っております。で、もう一つ、あの、全然また違うお話になるんですけれども、物流についてなんですけれども。あの、物流で。 あのロジスティックスの効率が悪くて、まあ、その積載率どうやって高めていくのかというお話の一つにその共同配送という話があったと思うんですけれども共同配送にそのさらに一歩踏み込んでその小売業の物流のプラットフォームプラットフォーマーみたいな発想というのが必要なのかなというふうに思っています。 で私が知ってる事例ですと、そのニトリさんっていうのが、まあ、他,社との他社の商品も要は運ぶと、あので、その他社の商品を運ぶことによって、それで収益を得てるというふうに聞いてます。で、あの物流っていうのはなんかもう、今までだったら、競合の商品を運ばないとか、まあその競、競争する場所じゃないっていう認識があったと思うんですけれども、今、この物流っていうのは、競争その場所じゃなくて、競合,競合の企業,企業であっても、協力していくような仕組みっていうのが必要なのかなというふうに思ってます。 なんかそうしないと、どんどん、結局アマゾンさんに、あの、その物流のプラットフォームっていう位置を日本全部占められちゃって。他の企業が入ってこれないみたいなことになるのかなと、いうふうに思いました。はい、私からは以上です。宮島にお願いいたします。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい。 あの、今日は先ほど江口さん、スマクラのご説明をどうもありがとうございました。あの、資料を拝見したときにはですね、なぜ2009年ぐらいには一回全然使われなくなって、今は発展的になっているのかなっていうのが疑問だったんですけれども、まあ、私の理解では、あの、つまり小売りの人たち、あ、じゃないや、あの、使う人たちが自分たちのメリットを感じられなかったものから、ちゃんと感じられるものに変更したために、 え、目を向けられて、みんなの協力を得られるようになったということでよろしいでしょうか。あ、はい。じゃあ、そう理解します。で、その上でですねあ、今日はもうあまり時間がなさそうなので、加藤さんにご質問があるんですけれども、あの、今のスマクラの取り組みもそうですし、ご説明いただいた連携協議会の今、様々なワーキンググループのですね、動きは、あの、これがちゃんと素直に進めば、かなり良くなるかなっていうふうにさ、いろんなところに、あの、目配りができてるかなというふうに拝見しています。で、 だけども、まあこの、この会議はそれをさらに超えてあの、まあ、提案をした方がいいと思うんですけども、その皆さんの協議会、まあ、もちろんあの全部の業種ではないですけど、皆さんの協議会では解決しにくくて、えー、とこの国も含めたこうした検討会じゃないと解決しにくいと思っているような課題はありますでしょうか、あるいはその今回、えー、と今やっている中で、ですね、まあ、例えばみんなが全部の業者が賛同してくれないとか、 うん、参加する人が一部に偏ってるとかわからないですけど、何かネックになっているように思われるものがありましたら教えていただきたいと思います。ますはい、ご質問ありがとうございます。えー、なかなか難しい。あの質問ですけれども、あのー、まあ。 正反連経営会自体はあのリーダー企業でまず議論をしてみようというところで、まあ、進めているものでありまして、えー、それを、まあ、あの出来上がったものをよりこう幅広く広げていくためにどうしたらいいのかというのはまず考えるべきポイントとして一つあるかなと思っていますそれからあもう一つですね、まあ、議論をしたものをどういうふうに実行に移すかというところでですねやはりそこにあのこういう方向がいいんじゃないかということは分かっても あの一歩こう。踏み出すところの後、押しがまあ、欲しいというところがあるかと思ってます。例えばまあそのえっと、えー。そういうこう共同配送にせよ。あのそういうこう定価に電子あの伝票の電子化にせよですね。 あのま,まずその全体の状況としてはこうなった方がいいんだけれども、そこまでいくのには、なかなかその一気にこう規模経済が働かなくて、大手の企業であっても、ですねあの少しこう足踏みをしてしまいがちなところがあるんだと思うんですねあの。全体としてはこっちの方向を目指せばいいんだけれども、短期で一気にこうメリットが出るわけではないと、そういったようなところを何かご一緒にです、ね、前に進めていけるような。 取り組みに発展できるといいんじゃないかなというふうにまあ思っています。ありがとうございます。よろしいでしょうか。それではえー、っと佐藤側委員お願いします。あよろしくお願いします。えっとあのー、ままずそのですねサプライチェーリーのところの。 いろいろ努力をしていこうとかですねあと、その車輪の再発明じゃないですかみんなで同じものを作っているんじゃなくて一つのものをみんなで使おうよという考え方自体はあのいいなと思っていますで一方、ですねちょっと僕の流通 BMS っていうところで、あのーまあ、ちょっと僕が IT の専門家っていうところがあるからかも分からないですけども、えー、流通 BMS のテクノロジー分野が 圧倒的に遅れてるなって思ってましてあの誰かの悪口を言うわけじゃないんですけどもあのやっぱり資料でも ISDN とかそのなんとかをインターネットにしなきゃねっていうのはそれは2000年に話すことであって2020年代に話すことじゃないなっていうところで相当なんかよろしくないかなと思ってます。でまだ未だに まあそれはみんなが使ってるからなんだとって言いながらも、なんかそのベンダーさんのことを、そのソフトウェアを生やしてる人たちのことを思ってなのか、JX 手順とか AS なんとかとかよく分かんない手順がまだいっぱいあって、それ、それ何ですかみたいなですね、それ SFTP だったら何がまずいのっていうところは全くよく分かんないようなものが横行してるっていうと、言い方きついかも分かんないですけど、僕からすると、 横行している。だからインターネット標準というか今のヤフーさんとかそのいわゆるまあ別にグーグルさんでもどこでもいいんですけど皆さんがあの普通だよねこれが技術がっていうものと全く違うものをやっていて非常に閉じられた世界でやってて非常にここは危機感というか危険だなっていうふうにちょっと思ってますであとあのメッセージングって言って A 社から B 社 A メッセージングを飛ばすってありますけど飛ばした後ってどうなっちゃってるのかよく分かんないところもあるんで考え方としても、まあ、僕も勧誘先に吉野家さんと吉野家さんの取引先さんでやったんですけどちょっと皆さん使ったことあるかどうか分かんないですけど Google スプレッドシートみたいなものを置いてそれを共有かけてお互い見るようにしたらそれで済むじゃんみたいなことがそこから中にあってですね でもその Google スプレッドシートを毎回毎日見るの面倒くさいよねっていうのはそりゃそうですよねっていうところあるんですけどあのちょっと専門的な例になりますけどザピアっていうツールがただで世の中にもうあってですねグローバルでそのザピアっていうのを使えばスプレッドシートが変更されたときだけ自分のメールに変更されましたよって飛んでくるっていう仕組みも0円でできちゃうんでちょっとそういうのを含めて ちょっとあの発注を吉野家の,のとある団体からの発注はまあ0円でそれでやりましょうっていうのでまあもう1時間ぐらいで構築できるたりもするというところを含めてテクノロジーはそのメッセージを交換するところからクラウド上にあるものをまあ一緒に見たらいいじゃないっていう風なところ 1DB でいいじゃないっていうところもあるんでちょっとそこに関しては相当テポを入れてやらないと。 なんかあの僕も今回、ルーツビ g n s のコープで入れようとした入れてるはいるもののなんでこうなってんのっていう風なところが結構多くてですね内容とかコンセプトはいいんですけどちょっとテクノロジーのところはですねあの相当どんと抵抗しないとまあ僕からするとしぶしぶ乗ったけどあのメッセージングっていうかあの内容はいいんだけどテクノロジーのところはなんでこんなものでソフトウェアをわざわざ買わなきゃいけないんだみたいな。 感じが多いんで、そこはちょっとちょっと一般社団法人留会センターだから経産書が言ったらどうなるなるのかどうかわかんないですけど、ちょっと改善を促してほしいなというふうなコメントでございます。はい、えー、っとありがとうございます。えー、っとホルヤインお願いします。はい、ありがとうございます。私の方からは二つ質問とあの一つ意見です。あのまずあの。 これは橋本先生ですかね。あの、DX の活用ということで、いろいろお話を伺ったんですが、一つ質問は顧客側、顧客接点の場面で、顧客側の課題はないのかというところをお聞きしたいと思います。あの、と言いますのは、例えば、あの、顧客側の接点ということになると、例えば、注文であるとか支払いの場合に、あの、か活用すると思うんですが、 あの支払いの場面で例えばセルフレジっていうところを今あの結構使ってる人も多いと思うんですけども実際のその顧客の動向を見ると実はセルフレジはいっぱい空いてるのに実は店員のいるところにものすごく並んでるっていうのが結構あって。 で、じゃあなぜセルフレジは使わないんだろうかというふうに思うことが多いのでもしそこら辺のところがお分かりであれば教えていただければと思いますで、2つ目は加藤さんへの質問であの賞味期限のルールがまあ変わったということで浸透していないという話があったんですが実はこれ長い時間をかけて変えたルールなわけですよねで、消費者側はこれ受け入れてると思うんですで、そういう意味でなぜ事業者側が浸透できないのかということ をお聞きできでればと思いますで3点目はですね DX 活用にあたってあの効率化という観点と、まあ、例えばマーケティングに活用するという観点があるかと思うんですがあの優先順位としてはぜひ効率化の方にぜひ活用いただきたいなとあのマーケティングにあの活用するということはあのやってはいけないということではないんですけれどもやはりプライバシーの問題とか、まあ、慎重にしなきゃいけないところがあって まあ、実は大変だというところもありますので、ぜひ効率化のところに優先的に。あの、活用していただいて、交渉者側の利益につなげていただければというのがあります。以上です。えー、ありがとうございました。えー、っと、今のご意見、あの、お答えいただく。先生、いらっしゃいますでしょうか。いかがでしょうか。あ、あの、橋本ですけれども。えー、あ、聞こえますか。 聞こえております、はいあのえっと、私の方にあにご質問で、えーまあ、あのセルフレジがなかなか使われていないというお話で、すね、まあ、あのこれ、あの私も専門ではないんで、むしろ中村先生に <laughs> 教えていただいた方がいいのかもしれませんけれども、やはりあの消費者側の方のあのまさにリテラシーの問題っていうのは、多分あるんだろうと。 でそこにはあの、ね、年齢の問題もあるのかもしれませんし、えーまあ、あのすでにいい、まあ、あのレ,レガシーのシステムができちゃって、そっちへ慣れている、まあ、やっぱり習慣化されているものなので、新しいものに取り組むというのは、何らかの,あのインセンティブといいますかね、きっかけもないといけないのかなと、でそれはまあ,あの、小売チェーンさん側でいろいろご準備もあのされているだろうと。 いうふうには思いますけれども、えー、何かやはりこれは経験の話なんで、そのきっかけを作るような工夫というものも、ですね、えー、まあいろんな立場から必要になるのかなというふうには思います。なんか一般論でで申し訳ないんですけど はい、あすいません私、忘れましたが、実は年齢が要素としてあるのかなというふうに実は思っていたんですけど、必ずしも実はあの高齢者が使わないということではなくて、若い人も結構使っていないので、要するに今までの観光を変えていくののの難しさがあるんだと思いますので、まあ、リテラシーもあると思いますが、ぜひ事業者側の工夫も必要かなと思ってお聞きしました。 えー、今、橋本先生がおっしゃったように、やっぱり慣れというのが一つ大きな要因としてあると思うんですよね。だから新しいものは、まあ、とりあえずはちょっとあのとっつきにくいので、えー、しかしながらですね時間とともにそこは次第に、まあ、セミセルフとそれからフルの,あのレジ、えー、ですね、両方ともだ次第にあの利用率上がっていくなと思うんです。僕 トライアルの,あのスマートカットで千葉にトライアルの店あるんですけども、あそこはもう完全にですね、あのスマートカットしか使え,ような使えないような環境になっているんですよね。そうするとお客さんももう嫌がでうでもです、ね、それを使わざるを得ないということになって、あのレジで現金で並んで払うということをするお客さんはほとんどいなかったんですよね。だからまあおそらくあのそれは年齢関係なくなんですけども。 あの時間とともにそれは次第にお客さんが慣れていくかなというふうに思います。橋本先生の補足です。すみません。ありがとうございます。あ、えっ、ー、とじゃあ今挙手されているのでえっ、ー、と高島委員お願いします。はい、すみませんこの件についてちょっとコメントさせていただきたいんですけれども、あのこれはちょっと私の実体験も含めてで申し訳ないんですけれども、私が自分でセルフレージに持って行って自分で会計をしようとしたときに氷 店店舗の店員さんがですね私がやりますっておっしゃってくださったんですよ。で、それは、まあ,あのこれはきっと小売事業者の方々の中でセルフデジったらやらせちゃってるみたいなところがあるのかなっていう、やっぱりその意識みたいなものが、先ほどあの古谷先生はあの顧客側っていうのもあったと思うんですけども、小売事業者側もセルフデジってなんかやらっしちゃってるみたいな。 思思い込みもあるのかなと思うんですよねで。私は正直申し上げると、セルフレジで自分でやりたかったっていうか、やった方が早いとか、<laughs> その方がわずらわさない人がいいっていうのはあると思うんですね。だから、ですから、小売事業者側の方々も、もうセルフレジで並んでやってるんだったら、もうそれでいい っってていいいいいうう形にしちゃゃえばいいんじゃないかななかかとところもあるかなと思ってすみません、そこも両方あるのかなっていうことで、そこも含めて慣れなのかなっていうのもあるので、すみません、コメントさせていただきました。またあの自分の番で別のことをお話しさせていただきたいので、よろしくお願いします。以上です。はい、承知いたしました。それでは、あのー、a j s の中村にお願いします。はい。あ聞こえてますでしょうか。聞こ,聞こえてます。あ すいませんありがとうございました。AJS の中村でございます。えっと、あの一つあの、今のご意見に,、えー、について、セルフレジ、あのうち、えー、とレジの全国の大会をやってて、あのーえー、今、セルフ生産レジとセルフレジの分野もあるんですけど、今おっしゃったようなことで、私がやりますっていうのは、あえて声かけてるというシーンが実はありまして、えー、それは一回体験させないといけないと。 で勝手にやらすっていうことは、まず無理なんで、一っサポートしてや,や,ら、えー、やってみると。そしたら、次からやってくれるっていうような、あそういうことでさ、最初の紹介、この人最初だなって、あの、多分あの勘違いされたんだと思うんですけども、<laughs> あのそういう人に向かっては、そういうことをすると、そこから伸びるっていうのが。 あの現場の意見としてありましたので、一つあのお伝えしておきますあ。ありがとうございます。いや、あの私の場合のは、私がセルフレジでやろうとしてたのを、あの店員の方が、店員のスキャンで自分のレジでやられたって、そういう例だったので、あじゃあ、はいはい、また違う例だったので、一応ご紹介だけです。すみません、あの一応クラリフィケーションということで、すまいます、えっとそれで、えっと、ご説明、いろ,いろいろお聞かせいただいてありがとうございます。 1回目に私の方から少しお話、現場のお話もしたんですけど、その内容が結構あったんで、非常にあの関心を持って聞かせていただきました。で、えっと、やっぱり DX をより効果的に、効率的に使うというためには、サプライチェーン全体の効率化っていうのを前提に置かないと、ちょっと局所的になってしまっても、 どっかに幸せが来たら結局続かないなというふうになるんじゃないかなっていうふうに感じました。で、えっと、これまでの、まあ、い,いろいろ、あの、規制、あの、小売業界に向かって規制、えいろいろあるんですけどもえ、比較的現場の生産性のマイナスになる、そういう規制が圧倒的。あの、ただそれはですね、あの、消費者の安全を守るとか、 え労働者を守るとか、そういう視点からなんで、これはあのあの仕方ないっていうか、えー、やるべきことだというのは分かってますが、結果的に生産性には悪くなる方になっていたという感じはします。で、それに対して、今、あの、出た標準化の話についてはですね、えー、これは、あの、絶対生産性が良くなる、えー、企業、 法人を守るための、そういうもんだと思うんで、あの、こういった規制はですね、あの、もうあってもいいんじゃないかと。で、絶対標準化を推進するというような、そういう、あの、規制が国行政としても、もう少しあっても、消費者とか労働者だけじゃなくて、企業を守るというような、そういう動きをぜひ強めていただけないかな、というふうには、あの、一つお願いとしてはあります。 で、えー、いろいろ実証実験、あの、やられてる、まあ、我,あの我々も参画したことはあるんですけど、実は実証実験が実証実験で終わるということが比較的多いので、で、そこから現場につながらないというような実態があっ、で、えっ、ー、と、B、流通 BMS とかについても、えー、そういう傾向があったんだろう、あ,あったんですけども、 それをやっぱりあの実証実験で終わらせない。えー、そこからやっぱり現場が使えるようなものに、えー、していく。えー、多分あの、実証実験をするのは、えー、大手の小売りさんであったり、えーまあ、知識のある方であったり、一部の まあまあ、メーカーさんとか、大手のメーカーさんとか、そういうところでやられると思うんですけど、そこからですね、普及推進にするためには、やっぱりより多くの方々に参加していただかないといけないんで、そうすると、小売団体、我々とか、そういったところが、スマクラを推進していくような動きが絶対必要では ないかなというふうには思います。大手さんだけでは絶対進まないので、それは、あの、役割がやっぱり違うんで、そこをつなげていければいいかなと思,思っています。で、えー、何が言いたいかというと、やっぱり DX を推進するのに、その前提として標準化のようなことがきちんとなされていないと、やっぱりあの、独創的すぎたり、 ガラッパゴス的なものであったりですね。そういうふうになってしまうので、標準化が前提にあって、そこに DX が乗ってくると、平移であってもより多くの企業が利用できる。より多くの企業で生産性が高まるというようなことが、やっぱり重要ではないのかなというふうに感じました。で、えーと、テクノロジーの先端を競うのか、それとも全体の生産性を上げるのか、 どっちなんだというようなところは、やっぱりはっきりさせた方がいいかなというふうに私も感じてます。で、えっと、先ほどあの、長谷川さんからのご意見で <laughs>、あの、ルーツ VMS の <laughs>、まあ、20年前の話だよねっていうようなお話もありましたけど、テクノロジー的にはそうだと思うんですけど、まあ、問題とは、としてはテクノロジーの話というよりも、標準化の話を、 やるのに20年かかったとか、そういう話ではないかなと思います、で、この標準化がじゃあ、えー、3年、5年でできれば、そこから先っていうのは、非常に生産性が高まるではないかなというふうに感じました、以上でございますありがとうございまますでは改めしして高島委員お願いします。 はいすいすすまませせんん何度も申し訳ございませんえっとですね私からはまあコメントとして、ですねあの先ほどご,あのご説明いただいた橋本先生、そしてコメントいただいてた長浜先生、そして高浦先生、そしてあの先ほどご発言いただいた中村先生のなんかねちょっといいとこどりというか真ん中みたいなポジションを私は考えておりまして、私はあの前回の,あの会合の際に、 あの、それぞれの企業の多様性であったりとか、それぞれの企業の選択肢が増えたらいいんじゃないかっていうふうに考えておりまして、今回もその考えの中では、この DX っていうのは企業が選択すればいいんじゃないかなと思うんですよね。その中で、あのー、私としては特にその産業構造を大手集約にしていけばいいとか、あるいは中小だけも、あの、がちゃんと残れるようにとか、あんまり恣意的に考えなくて、えー DX を推進したい企業が推進しやすくする。その形を何かこう、お膳立てできるような形を提供できたらいいのかなと思ってます。で、そういう意味では、先ほどあの、高浦委員からお話がございましたけれども、あの、いくつか企業名とか出てきましたけれども、例えばですけれども、A 社の取り組みとかではなくて、A 社と B 社が こういう取り組みをやったみたいな感じの共同化みたいなことだったりとか、えー、取り組みみたいなものがもっと推進されるような形その取り組みの、えー 肉すべとして M&A みたいなものが結果として起こるのはそれはいいのかなとは思うんですけどもまずは例えば A 社だけでの最適化を求めるとか B 社だけでの自社だけの最適化を求めようとしてそれじゃ DX はできないとかこれだけの規模感でっていうことがあったので先ほどあの橋本先生のお話でもありましたようにロジスティックスの分野ではその規模感を出すということそしてその学習効果であったりとかその精度を上げていくっていう意味では例えば A 社と B 社で取り組むことによって による最適化を求めてそこでも規模感も出,す出しますし学習効果も得られるという中で DX の取り組みもそこで円滑にしていくってことで効率,効率化を図るとで効率化を図る中での問題,問題の他に上がっているような人材不足だったりとか今回メインテーマになっているその価格上昇下での小売業での取り組みということの問題点も 対抗,対抗というか、太刀打ちできるのかなということなので、まあ、あのそのなんていうんですかね、いいとこ取りというか、ですね、真ん中辺のそのいわゆる DX を、えー、小さい中小企業でも、あるいは大きな、えー、企業でも、えー、あるいはどういう規模感でも、えー、取り組みやすく、そしてそれを円滑に行えるような仕組み作りみたいなものに取り組めていけたらいいのかなと考えております。す。以上です矢野委員、お願いいたします。 前回からいろいろご発表いただきまして、ありがとうございます。まあ、この検討会自体が、ね、流通業という名前が、えー、とついているわけですが、その中でまあ小売業を中心に今、検討しているわけなんですが、やはりその卸売業というのは、やはりもう少し考えるべきだと思っています。であのー、やはり小売業の変革、特にサプライチェーンの DX を考えるときに、その卸売業が果たす役割。 もちろん大手小売業は自ら DX できるかもしれないけど、それ以外のところはなかなかできないときに、卸売業はどのように関わってくるか、卸売業と小売業の関係、ここのところがやはり結構重要なものかなというふうに思います。で先ほど、橋本委員から、まあそのえー、供給のところのサプライチェーンプロセスと、それから小売の業務プロセス、ここのところは不整合が起きている、そこのところの不整合の真ん中にいる卸売業が非常に今、混乱しているわけですよね。 ここのところをどういう形でうまく整合を取っていくかという意味でも卸売が重要なわけですが、でその中で、ですねやはりその、えー、先ほど M&A とかいう話がありましたで、日本のサプライチェーン上ではメーカーが非常に数が多いし、小売業も非常にプレイヤーが多いわけですね、ねただ、卸売がはわりかしもう集約化されてるというか、河川化されてますよね。 でここのところでいかにプラットフォームとはあんまり使いたくはないんですが、何らかの形で卸売業が、ね、そこをうまくです、ねえーまあ、標準化するとか、そういうところに非常に、まあ、積極的に関わってくる、これによって全体もう少しコントロールできないかと、まあ、こういうふうに思います。まあ、そういう意味で,です、ね、卸売業も含めてです、ね、その辺の関係を考えるべきかなというふうに思っています。以上です ありがとうございます、えー、っと長谷川委員、お願いします。はいえっとですね、あのー、ちょっとょ標準化で全体の生産性上がるっていうところでですね、いや僕、あの成功した、ちょっとあの裏腹なこと言いますけど、成功した事例って、P、PCI ・ DSS があるかなと思っていて、 氷用の人たちはみんなやったと思うんですけどクレジットカード番号を持たない通さないっていう風なところをなんか謎今考えるとな国が言ってるような雰囲気だったんだけど謎なクレジット業界がそうしないとダメらしいよみたいなのがあってスケジュールがあってで全員がそのポスレジを直しましたみたいなあのところがあってあ,ああいう働き方で、まあ、あれは別に 大義名分はあの顧客情報が漏れないようにだけど、まあ、よくよくあれするとクレジットカード業界が傷まないようにっていうところだったんだけど、まあ、何しろ成功事例っていう意味で、まあ、それはそれで良かったなって思うことはあるのがありますとで一方でちょっと昔と今と違うのは昔は国が旗振ってこれでやりましょうとか業界団体で決めなきゃいけなかったのはそのまあ情報流通が少なかったんで毎回アポ取通ってそうだよねってやんないと それは進まないよねなんだけど今は情報流通多いからこう C だって B だっていいものがあるんだったら普通に乗っかってくるんじゃないかって、まあ、ば場あちゃんは思っちゃうんですよね。ですからリーズナブルで値段がですねなんか共同ほげほげっていうソリューションがありますあ確かに自社で作るよりもそっちの方がリーズナブルだから。 あいいじゃんいいじゃんって言うんだったら当然みんな乗ってくるわけでただ問題はその共同ほげほげがなんか安くなかったりとか何だったりとかいろんな問題があるからみんなが行かないんでちょっとこのテクノロジー業界からするとみんなが誰も例えばウェブ画面って HTML で書かないと芝生像ってアメリカとか全世界が強制したわけじゃないけどみんなそれが一番いいよねってやってやるのであって 今は情報流通が進んでるから、その、一番いいところに人は寄ってくるし、企業だってあの利益を追求するんだから寄ってくるんだから、規制っていうよりは、そういうことでもないんじゃないかなともちょっとあの思ったりすると、企画はみんな作って、こんなんでやりましょうっていうふうな団体は、ウェブテクノロジーでも今いっぱいあるし、あの他のいっぱいあっていいと思うんですけど、その中で一番いいのはこれだよねっていうふうなところになってくるのは、 まあ国が言うことなのかどうなのかっていうふうな、あるいは業界代表が言うことなのかどうなのかっていうのは、まあそうなのかもしれないし、リーズナブルだったらみんなそういうふうにしたんじゃないの、そもそもが。そうなってないんだったら合理的なことじゃないからそうなってないんじゃないのっていうふうにちょっとはいあの思うと。ただ全体としては、世の中全体がまああの個別でやるんじゃなくて、1個の何かをもってして生産性を上げるということ自体には、 はい、賛成であるというふうなところが、はい、コメントでございます。ありがとうございます。鈴木お願いいたします。えー、一つばしたいの鈴木です。今日は貴重なお話をありがとうございました。中村先生、中村先生、それからあのご意見方高浦委員にちょっとあのお伺いしたいんですけれども。 まあ、あの私の専門はマーケティングでして、まあ、特に、まあ、中村先生の話になったら情緒的な価値づくりだとかあとまあ橋本先生の話にもあった、まあ、商品価値を高めて儲かるようなあの価値提供価値創造しましょう、まあ、こういったところを常日頃から重要だと言ってあの私のほうに向く話はするんですけれども。 まあ今回のこのお題である、まあ、その物価高における流通業、まあ、こうあの利益がやっぱり圧迫されている中で、どうあの問題を解決していくべきなのかといったようなことを考えるときに、まあ、特にこの中小企業の流通業といったことを考えるときに、まあ、プライオリティを付けをするときに、まあ、今、あのまあ、私の専門ではこういったその。あの 地場所的な価値づくりとか、付加価値づくりの方にまに DX も活用しながらしていくといったところと、あるいは DX で、やはりオペレーションの改革、あ今日もそういった話もすごくあったと思うんですけれども、そちらの方を進めていく、どちらの方がやっぱが物価高における実業の在り方を考えるうけでは、重要になってくるのかといったことをご意見をお伺いできればと思いました。よろししくお願いします。 あ、それでは、お答え、お願いいたします。中村先生、いかがでしょうかあはい。あの、えっと、すみません。ご質問の意味なんですけども、えっと、まあ、物価高における、まあ、流通業、まあ、私として小売業が、その情緒的な価値を高めていくべきなのか、ああそうじゃないのかと、そういう話でしたっけ あというよりはです、ね、まあ、もちろんその全部やっていかなきゃいけないということはあると思いますし、<い> DX とかいろんなところに使えるというのは当然、そのとおりなんだと思うんですね。だまあ中小企業とか、まあそのあのやはり DX でいろんなことを言ってお金も時間も人手もかかることですから限られたリソースでやっていくというときにプライオリティをつけていかなきゃいけないときにどこから取り組んでいくと一番インパクトが出るのかっていうのが実は私のほうでもはっきり見えない、まあ、私がこういったことやるときは当然私の専門なんでやっぱり不可解性を高めて。 あのお客様からちゃんとこうセールスを上げて、ここはやっぱり利益ですよねみたいな、コスト改善には限界がありますという話をする傾向になりますけれども、でもやはり、限られたリソースと限られた時間と限られた人材であるときに、どこから手をつやっぱり一番インパクトが出るのかっていうのを、せっかくこういうあのいろんな視点をお持ちの皆様がお揃いの場なので、一度お伺いできればなと思いましたので、といったことがあの質問の狙いでございます、はい。えっと はい。わかりました。あの、私自身は DX そのものは、あの、ま、ある意味目標ではないので、えー、手段ですよね。えー、だから、まあ、好利用としてお客さんにこう、どういう提供価値を提供していくんだというところがすごく大事で、まあ、例えばそれは価格なのか、それとも情緒的なものなのか、それとも自分たちが作ってるブランドなのか、 あるいはまあコンビニエンスストアが提供しているような利便性なのかですよね。そういったこう提供価値を実現するために DX をどう使うかということで、まあ、例えばプライベートブランドなんかですとワークマンさんなんかですとそのお客さんをネットワーク化してでそこからこういろんな開発のヒントを得て新製品を作ってたりするし。 あるいはその価格ですと、例えば先ほど紹介したオーケストアのように、エブルでロープライスを徹底的に追求すると。そのためにはどうするかというと、えー、ローコストオペレーションを展開すると。で、そのためには DX、例えば自動発注とかいうところはもう絶対必要になってきますよね。まあそういうことで、あの、で、まあ、あの、お客さんに 楽しい思いをしていただくというのであれば、そういった手段を DX で使っていけばということなので、あの、多分小売業の方が自分たちの特徴をどうやって出していくかというところで、多分競争の,あの差別化ができていくんじゃないかなというふうに思います。ちょっと通信環境あまりよくなかったですかね。あ、そう言っております。えじゃあ、あの、えー、あと8分大丈夫ですか はい,はい、橋本委員と高田委員、あの、ご発言あればお願いいたします。はい、あの、あの、二つは、あの、申し上げます。あの、一つは。あの、こう、目的は何かっていうのは、今中村総長がおっしゃったことで。あの、それは、えっ、ー、と、要するに、せ、生活者が何を求めているか。っていうことだろうと、思うんですね。で、えっ、ー、と、それ、あの、今、ご指摘ようにですね。えっ、ー、と。 えー、カスタマーエンゲージメントだとか、えー、と消費者も、えー、と組み込んだ形のプロセスをどう作るかっていう、えー、話は一つあると思います。だけど、まああのえー、と企業の側から考えれば、ですねこれはあのバランスの問題だと思ってるんですよ。あので、なんでロイックだって言ったかっていうと、いや、付加価値ですよね、いや、コストですよね、結局、そこのバランスが取れてないとロイックが上がらないので。 で,でその自社がですねどういう顧客にどういう価値を提供するのかっていうのは、それはもう非常に多様性のあることなので、自社が持っているリ,リソースが一番有効に使えるようなあのターゲットを定めて、そこに価値を実現するような仕組みを提供すると。 いう,ふうに考えるだからここはあのバランスの問題でえ考えるのかなというふうに私は思っていてあのようなちょっとあのフォーミュラーを持ってきて説明させていただいたということです。 えっと、ご質問いただいてありがとうございます。私も中村先生と橋本先生がおっしゃった通りだと思っておりまして、やっぱりこの付加価値をどうつけていくかっていう話と、あの、 コストをどうやって抑えていくかっていう話、あの両方大事だと思っています。で、それは企業によってそのどっちをあの打ち出すのかっていう多分そこが戦略で変わってくるのかなっていうふうに思っています。ただ先ほど申し上げた通りこのどっちにしてもこのデジタルを使っていくためにはやっぱりそのデジタルのリテラシーがないとそもそもどうやってこれを活用していったらいいのかっていうのが今できていないっていうのがほとんどの小売企業の現状なのかなというふうに思っているので、まあ、そこのデジタルリテラシーどうやって底上げして ていくのかっていうところで、それによってそのじゃあどうやって付加価値を高めていくのかですとか、コスト構造をどうやってかあの効率化していくのかっていうところまで議論が伸びていくのかなというふうに思っております。はい、以上です。ありがとうございます。参考になりました。はい、えー、っと他よろしいでしょうか。 じゃあそれではあのちょっと時間もだいぶ超過して議論もあの大変白熱しておりますがそろそろちょっと時間でございますのでえっと皆様、大変有意義なご意見を多数いただきましてありがとうございました。ちょっとあの事務局の方で電子会議の方でいろいろ時間をロスして申し訳ございませんでした。 経済産業省の DX も道が険しいということで <laughs> <laughs> あ、そういうこと言ってはいげます、すみません <laughs>、えっと。本日の議論を踏まえまして、次回第3回において、最終の取りまとめに向けての中間報告のようなものをちょっと発表させていただければと思います。また、あのえー、合わせまして、えーテーマ、各テーマに沿って、えー、ヒアリングを進めていこうということで考えてございます。その次回ですけど、第3回9月6日を予定しておりますので、 えどうぞよろししくお願いしますまた先の話になりますけどあの前回の記事でご紹介させていただきましたスーパー DX コンテストについて、えー、本県都会の旨で行う旨ご説明していたところですけれども開催日はあの年末の12月16日ということで決めさせていただいておりますので、えー、皆様におかれましては引き続きテック企業の候補などを ございましたらぜひあのけけしけけし掛けるじゃね <laughs> えとえー、とえと声掛けをいただければと、えー、思います、えー、本日の議事は以上となります皆様本日はどうもありがとうございました。